皆さんこんにちは。船チューブ管理人の上木社長です。今回は協定予想サイトボートピアの実態調査比較検証した様子をお届けします。先に結論から言うと、協定予想サイトボートピアは獲得協定予想サイトだと判断しました。この動画を最後まで見ることで、協定予想サイトボートピアを獲得協定予想サイトだと判断した理由が分かりますので、ぜひ最後まで動画を見ていただき、皆さんの協定予想サイト選びの役に立ててもらえればと思います。ここでお知らせです。船チューブでは協定予想サイトに関する質問、悩み、相談など、皆さんが困っていることに対して協定予想サイトを知り尽くした船チューブ管理人の僕が LINE で直接お答えします。概要欄から友達追加できますので、気軽に連絡してきてください。みんなで楽しい協定ライフを送れるように頑張っていきますので、これからもよろしくお願いいたします。協定予想サイトボートピアの実態調査比較検証をすると、このようなサイトだということが分かりました。 1.IP 電話を使っている。 2. 単発提供レース、的中実績の記載内容不足のため本当に当たっているのか信じがたい。 3.会員登録特典でもらったポイントだけで参加できるお試しプランが用意されていない。 4. 利用するメリットを感じられない。中身のないサイト。 5. 上位プランの的中率が悪すぎる。 6. 堂々と捏造宣言をしているフィクションサイト。ポートピアという協定予想サイトの実態調査比較検証を進めていくと、こちらのチェックポイント特徴が見つかったので、一つずつ詳しくお伝えしていきます。 IP 電話を使っているだけで悪徳協定予想サイトというわけではありませんが、悪徳協定予想サイトの多く見られる特徴の一つとして、 IP 電話を使っているサイトが多いのも事実なので注意しましょう。この的中実績を見てもらうと分かりますが、パッと見全て単発提供なのかと思ってしまうような書かれ方をしています。転がし提供のプランであれば、どのレースからどのレースに転がしてこの結果になったのか、せめて該当レースの記載はしてほしいところです。協定予想サイトボートピアに会員登録すると、特典で1万円分の100ポイントがもらえました。ですが、最安値のプランでも150ポイント必要なため、会員登録特典でもらったポイントだけでお試し参加できるプランは用意されていませんでした。このようなサービスの悪いサイトには獲得予定予想サイトが多いため注意しましょう。非会員ページに書かれている内容を見ればわかるように、サイト内容が薄すぎて何の根拠も書かれていない。協定予想サイトボートピアを使うメリットを何も感じられない、というより、このような適当で内容のないサイトは獲得協定予想サイトによくある特徴なので、使わない方がいい。この画像を見てもらえれば分かる通り、協定予想サイトボートピアは1ヶ月近く的中のない上位プランばかり。有料協定予想サイトだとこんなに上位プランの的中率が低いなんてことはありえない。こんなに的中率が低い上位プランなら、ただ参加費用だけ高いだけでリスクしかないので、使わない方がいいと言える。というより、上位プランがこんなに的中率低い協定予想サイトボートピアは情報の信用性に欠けるので、サイト自体使うべきではないと言える。これは悪徳協定予想サイト確定の文章。この文章が意味するものとは、サイト内に書かれていることは真実じゃないということを意味する。ということは、的中実績であって捏造している可能性が非常に高いし、サイト内に書かれていることすべて信用できないサイトということになる。
このような悪徳協定予想サイトはかなり危険で悪質なため使わないようにしましょう。協定予想サイトボートピアの実態調査比較検証をした結果、このようなサイトだということが分かりました。協定予想サイトボートピアにはこれまで実態調査比較検証した悪質な行為をする悪徳協定予想サイトと同じ特徴がいくつもあり、さらには堂々と捏造宣言をしているフィクションサイトであることが分かったため、超危険な悪徳協定予想サイトだと判断しました。悪徳協定予想サイトを使っていても当たらないし稼げません。協定予想サイトを使って稼げるようになりたいのであれば、本物の当たる稼げる有料協定予想サイトを見つけ使っていくことが大事になってきますので、皆さんも十分に気をつけてください。協定予想サイトを使って稼げるようになるためには、まず大前提で悪徳協定予想サイトを使うのをやめましょう。そして的中率のいい利益の出しやすいサイトを使うことです。簡単なことなんですが、かなりの数がある協定予想サイトの中から当たる稼げる本物の有料協定予想サイトを選ぶのは経験と知識がないとなかなか難しいと思います。もしあなたが本気で協定で稼げるようになりたいと考えているなら、悩みや相談など受け付けますので、僕の LINE の方に連絡してきてください。きっと何か力になれると思います。